世話になります。すいませんでした。どうも。いやすいませんでした。遅いね。いやどうもごめんごめんごめん。よろしく頼むで。いやすいませんいやもう地元の大先輩できた。あ、そうなの。山口県の多田良学園ですか。あ、これどこで。じゃあ山口で踏むために行って。あ、そうですか。だから山口で踏むためにとか、うん、贅沢ですね。やっぱ下関で踏むでしょ。下関行ったんですか。いや下関じゃなくて徳山。松村さん、学部さんとの出会いって、はい、いつなんですか。そうですね、僕ね、掛布さんが、泉ピン子さんの事務所の、そうだ、中和也さんとトークショーをやられてたんですよ。あ、そうだったかな。そうです、それを僕見に行ったんですよね。それからモノマネをし始めたんですか。それからだいぶ経ってから、やっぱり掛布さんの声をなんかこう中継とか見てて、やっぱ武さんの声と掛布さんの声似てるの。喉のつけたいが似てますね。え、武さんがガタガタうるせえんだバカ野郎、高木豊っていうのもね、あれもいろいろと声で、最終的にはね、本当あれでもちゃんと横浜のことを思ってやってるんだけど、そういう形になっていけばですね、選手だけじゃなくて野球っていうのはこれ非常にこう思ってるから非常にあると思いますけどね。まあそういうのは分かるもんだな。似てるんだ。これ質が声の出し方が、出し方が、はい、あるんですね。喉のグリップが似てるんですよ、ね。あ、そう。喉のグリップ。竹内さんと掛布さん。あ、そう。はい。喉のグリップ非常に似てます。俺はね、やっぱりね、俺よ。誰だのやつやってよ。そうですね、解説の時の岡田彰布さんが、アナウンサーが、清水二郎さんがアナウンサーで、さあ、バッターボックスはバルディリスが入りましたね、代打、バルディリスですね、どうですか、岡田さん。あれ、ここね、ここバルじゃないですよ、バルじゃないですよ、ダメです、バルじゃない、バルじゃない、バルディリスじゃないってこと。バルじゃないですよ、もうミスですよ。バルじゃない、ミツ。あ、つまりバルディリスではなく、右の代打、高橋光信を使えと前監督、岡田彰布さんはおっしゃってるわけですよ。もう言うてるか。バルよりミツでわかるよ。本当に言ったんですか。バルよりミツでわかるやろ。言ってるか。さあ、バッターボックスには左の代打、これ、カツラギが入りましたね。前監督岡田彰布さん、この迷い再開はいかがでしょうか。あれ、ここね、ラギはないですよ。ここヒーですよ。ラギはないですよ。ヒーですよ。ラギではなくヒー。つまり、あ、カツラギイクロではなくラギ、カツラギイクロではなくヒーこと檜山慎二郎を使えと前監督岡田彰布さんおっしゃったわけです。わかるよ、お前。ラギよりヒーでわかるよ。こんなマジガチだ。わかるよな。あとね、広田キャンプの時に、ひふみが三十番だったんですよ。ひふみが三十番だったんですよ。育成で背番号変わったんですよ、うん、でも岡田さんパッと来た瞬間に、うん、ひふみだと思ったんですよね。三十六番の選手で、まあ、要は平具なんですよ、本当に平具なんですけど、平具なんですけど、三十六番見て、うん、おい、ひふみ、おい、ひふみ、何無視すんねん、お前。おい、ひふみ、おい、ひふみって言ったら、ヘイグが振り向いてる。お前、外人やんか。お前、外人やんか。お前、外人やんか。本当の話だよ。本当だろ、マジ。広田キャンプの時に、マジ作ったでしょ。おい、ひふみ、ひふみ、おい、ひふみ、東海の相模の前のな、なんか深夜のカップの時に知っとったんや。俺ね、深夜のカップの時知っとったんや。今のはじゃあ、持ってるじゃん。持ってる、持ってる。え、持ってない深夜のカップの時な、ひふみ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 、な、ひふみ、おかしいやんか。ねえ、あれが大好きなんですよ。中津さんの二軍監督時代に、コーチ行ったでしょ、チョコレート。誰よ。ああ、思い出しました。僕ご存知ですね。いや、僕が、ちょっと聞いててください。いや、秋キャンプに二軍監督就任された時、チョコレート。チョコレートを、
なんか影尾さんの美味しそうなチョコレートっていうなんかこう司令がこういうのがタイプいいじゃないっつったんで、美味しいチョコレートをこれいいだろうと思って、これ影尾さん喜んでもらえるだろうっていうチョコレートを持って置いたんですよ。だから二軍監督が、マッチャンありがとねチョコレート、これ美味しそうじゃないのマッチャン。その後高山が3本ヒット打ったんですよ、高知ファイティングドッグスの。あ、そうそう、いいだろう高山、いいだろうマッチャン、いいな、今のインコース打てるってすごいな次外も打てる、いいいいよマッチャン、うわこれすごいぞ、うわこの球の音今日3安打すごいよマッチャン、チョコレートあるから食べてお前が誰から持ったチョコレートか知らないけどこれあるからね、お前なんです、あのねマッチャン、キャンプってね、いろんな人からもらえるの、食べて食べてチョコレート食べてっつって、高山さんすみません、これ僕が出したチョコレートなんですけど、そっか、でも高山さんだもんなあんまり人の話聞いてなかったんですね、聞いてないですよね、そうですね、あんまり高山さんの入っていきますよ、ね、そうそうそう、高山のサガンダで、高山のサガンダで高山さん全部をありました、おしゃれですね、いやそうですね、ちょっと微妙だなくて、はい、でも家に行った時怒られたんでしょ、かけさんに、あ、もう奥様うちのそうですね、ちょうどスポーツマックスの時にかけさんのご自宅に呼んでいただいたんですよ、その時に奥さんが明子夫人がいらっしゃったから、あ、これちょっとモノマネで振った方がいいなと思って、あ、ちょ、今帰ったよって言ったんですよ、だから横にいたかけさんが、あ、じゃあ俺もいつまでも笑ってないよってそこで中尾キラだと思ったな、中尾キラね、木更津のお前よ中尾キラね、俺は千葉だもんですね、似てますよね、似てる、うん、安倍総理、総理の総理後ろに控えた長州友の会があった時に、うん、奥様昭恵夫人が、うん、指揮してる長州友の会だったので、僕も山口なんで呼んでいただいたんですけど、で昭恵夫人が今日は安倍総理が来てくれてますって僕が出て、うん、世界ですね、一般人が例えば当時美しい国、一般の国政の鍵取りしなければいけないと感じてるわけでございます後ろから松永君、僕そんなにカッ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